語学でいうとさ、うん、木村正也さんはす,すごい韓国語喋れるようになってるじゃないめっちゃ喋ってる。いや本当にビビるぐらい。あ,<ー>あれなんなん？わからん。でも韓国で、いやいや国そう韓国でまい、あ、たすら韓国語喋ってるっていう。すごいっすよ。よそこっちで勉強したりはしてないの日本で。うんしてなかったね。でも前行って帰ってきてからはちょっとするようになってます。もうそれはどういう勉強方法なの？なんか。 フェンファンとしゃべ,しゃべってて俺はこう会話でこう覚えるタイプだったんだけど、うん、会話で覚えるとあの正式な文法じゃない場合があるからなんかちゃんと基本的な本買って基本的な文法を覚えた方がいいよってアドバイスをいた,だいたのでなんか本買ってフェンファンにそう,そうそうフェンファンからアドバイスもらって基本的な文法を書いてるみたいな感じです、えー、今はそうすごいよなでもさなんか喋る時が多いじゃん確かにそうだね 好きだし普通に喋れた方が早いなと思ってだから韓国で喋ってて<う>なんかそのスタッフさんとね俺になんか言ってくるんですよ。何言ってか分かんないから、うん、笑ってるから何言ってんだろうなっていつも思ってます。 ああそ,うそうなんだ。そうなんですどういうノリやねんそれ <laughs> どういうノリなんこれ <laughs> ただただこんなこんなに練習っていうか喋ってて僕たちあの韓国語バージョンとかレックスするじゃないですか、うん、あのタイトル曲とかの時の発音めっちゃ言われるあの歌ってやっぱでも歌はさ結構だからさ日本もそうだけどさ割とこう「あゆえお」っていう歌はだからそういうことなのな韓国も。 いや、そう、難しいよね。しそう、発音めっちゃ悪いから、うん、いつもね、心折れちゃうんですよね、そこで。うんはい